レッツスパーク。タイプ1は1998年に、今のこの場所に、僕たちスプーンが、ユーザーフレンドリーな、ホンダ専用のショップとして企画をオープンしました。タイプ1の主な、仕事あるいは業務の目的というのは、タイプ R や、S2000 が、将来、サービスを受ける本格的な高い技術のショップっていうものが、なかったので、まあ、自分たちでパーツを開発してそのパーツを実際にお客様にサービスをする、つまりサービスの拠点としての役割でタイプ1というのは企画されました。今回のタイプ1をリニューアルした、動機というか、目的というのは、営業を始めてから約15年近く経って、よりその自分たちのホンダに対する思いとか、S2000 やタイプ R などの、まあ、オマージュというか、気持ちをもうちょっとそのはつらつとした綺麗な環境で作業したいと、まあ、それが目的です。この FD2 シビックタイプ R、2004年モデルです。このレーシングカーは2005年に、新車から作られて、日本で行われているシビックのワンメイクレース、それに参戦していました。このクールな CRG は、アメリカの25時間レースに出るために、私たちが作った、耐久レース仕様です。2008年モデルですね。このオレンジのホンダインテグラは DC 5型です。ノースアメリカでもグラスルーツのレースでは相当活躍している軽くてコンパクトなホンダらしいスポーツクーペですね。これは日本のモテギで行われてたワンメイクレースに私がドライブして使ってた車です。この86は、僕たちが、自分たちの研究だとか開発のために買った車両で、この車のパーツを販売する予定はないです。開発のためだけの、僕たちはこの86を実際に開発してあるいは乗って、改めてホンダの凄さっていうのを知りました。S2000 とかタイプ R と同じような、パフォーマンスを86で発揮しようと思うと、おそらくこの車の2台分、3台分、4台分費用と時間が必要だと思います。まあ、それぐらい、ホンダのタイプ R、S2000 はリアルなスポーツカーで、ちょうどレーシングカーにウィンドウォッシャーが出るようにしたモデルと言ってもいいぐらいの高い耐久性があります。改めてすごい車だと思いました。ホンダが レノベーションカーというのは一つの何て言いますか、プレゼンテーションの形であって、そういう車を作っていく過程のパートごと、例えば駆動系ですとか、例えばエンジンですとか、そういうふうにいくつかのパートの集大成が、まあ、一つのコンプリートな形なので、各部門ごとに、パーツを紹介、していければなと。今までは一個一個のパーツについて、
機能を話してきましたけれど、そこの全体、そういうパーツが及ぼす全体に対するその影響、まあ、そういったことを一つの車、つまりそのイノベーションカーズっていう、形を取りながら、より車の深い、ところを伝えていきたいと、まあ、そういうふうに考えた、S2000 で、サーキットなんかを走るとこのフロントのアッパーアームの溶接が剥がれてしまうんですね。それで私たちは、こういうガゼットプレートというボディと同じ硬さの、材料で、特殊な金型を使い、ここに、パッとフィットするガゼットプレートというものを開発しました。これで、溶接して、錆止め処理をして、置くことで、S2000 のシャシーは100年経っても大丈夫です。こういう主要な、ボルトにはこのビジカラーグリスを使います。こういう極圧性が高いというか銅が入っている、まあ、錆を予防して、それで、熱にも強くて、まあ、ボルト、ホイールをタイヤにつけるところのボルトだとか、こういう大きいボルト、テンション その ムーブする可動域のボールジョイント、そういったところにも、このリジカルグリスをこうやって入れる。それで、締める。OK。